美馬坂市に20年以上にわたって毎年ツバメがやってくる住宅があります。居心地の良さからか今ではちょっと珍しい光景となっています。美馬坂市にある阿部宝一さんの住宅です。珍しい光景というのが、こちらの倉庫入ってみますとものすごい数のツバメの巣ができているんです。その数およそ70個。母屋や倉庫の軒下、あちらこちらにツバメが巣を作っていて、さながら集合住宅のような状態です。阿部さんの自宅には、20年以上前から、毎年春になるとツバメがやってきて、巣がどんどん増えていきました。親鳥は一日中ヒナの餌を運ぶため大忙し。頻繁に倉庫を出入りしています。もともとこちらの倉庫は農機具保管用でしたが、10年前ツバメ専用になりました。阿部さん一家は猫やヘビにツバメの巣が狙われないよう子育てを見守ります。やっぱ可愛いし、やっぱり癒しになるし、で、まあ、彼女で、まあ、面倒見たりもするんですね。まあ、家族でのもん、本当に、ね、僕はいいんじゃないと思う。まあ、彼女元気でな、健康で折れるし、喜んでます。阿部さんの愛情に包まれて子育てをするツバメたち、秋頃ここを旅立ちます。ツバメのヒナが下に落ちてしまうこともあるそうなんですが、阿部さんが拾ってあげてですね、はしごに登って元に戻してあげてるそうです。優しさですね。微笑ましい光景で成長した姿が楽しみですね。はい、VTR 見てみましても本当に賑やかだなと思いましたね。そうですね、はい。